視聴者主導、ベギン海小修道院編とは、ベルギーフランデレン地域のオーストフランデレン州にある都市で、同州の州都。南東に位置するブリュッセル、北東に位置するアントウェルペンに次ぐベルギー第三の都市。南西に位置するフランスのリールにも近い、花の都市という異名を持つ。日本では、英語あるいはドイツ語由来の言語。 フランス語由来の元の名で呼ばれることも多い。氏名は、一つに集まる、合流するというケルト語に由来する。ゲルマン民族の大移動後の7世紀には、二つの修道院があったことが知られる。9世紀には、カール大帝伝の著者として知られるアインハルトが、この町の修道院長に任命されている。9世紀から18世紀にかけて、フランドル博が支配し、 その居城が現存する。中世後期において、食不業の中心として繁栄。14世紀に人口は6万人に達し、アルプ水北の西ヨーロッパでは、パリに次ぐ大都市であった。1302年の金白社の戦いでは、ブルフェと共に市民軍を構成して、フランス王国軍を撃破した。15世紀には、ブルゴーニュ公国の主要都市として、 ブルゴーニュ公フィリップ3世の統治下、経済的、文化的にも発展。裕福な市民の寄進により、フーベルトファンエイクとヤンファンエイクの代表作である、神秘の子羊が作成されたのもこの時代である。新生ローマ皇帝兼スペイン王カール五世生誕の地でもあるが、1539年に起こした反乱によって、カールにそれまでの自治、特権を剥奪され、以後は、 皇帝、スペイン王の大官による統治を受けた。16世紀後半の80年戦争以降は、その繁栄も、下り坂となった。1753年には、ヘントと、北海沿岸の港湾都市オステンドを結ぶ運河が、開通した。1814年、この地で、米英戦争の停戦講和条約が結ばれ、岩条約と呼ばれた。1873年には、 バンコク国際法学会が結成された。1913年には、ヘイトバンコク博覧会が行われた。現在は、柿栽培や園芸農業が盛んである。5年に一度、ヘントフローラリアという花の祭典が行われる。市中心部に位置するセイバーフ大聖堂には、神秘の小羊が展示されている。ヘントには、世界遺産に登録されている、建造物が複数ある。 ベルギーとフランスの首脳軍に含まれる、ラーケンホール、首脳、マンモロッカー及び、フランドル地方のベギン海修道院軍に含まれる、小修道院である。ありがとうございます。